皆さんこんにちは、バカンテオ裸の歌です。冬靴を今季購入されて履き始め、まあ、サイズを合わせてですね、ちゃんとフィッティングをして購入いただくっていうのがまず大切なんですけども、履き始めてですね、もしも足のですね、特に小指のところの付け根に骨があるんですけども、その骨のところが当たっていたりとかちょっと気になるなっていう方は、こういうラバーストレッチャーというものがあるので、これで改善できますんで、これをちょっとご紹介したいと思います。まずこういったラバーストレッチャーを使わなくても気にならない靴をまずフィッティングをさせていただくっていうのがまず大前提で、もしまあ購入されてですね、特に冬靴はつま先が細い形状だったりとか、このローバーのですね、アルパインエキスパートはかなりつま先のあたりがゆとりがある構造というかデザインになっていて、今まで冬靴でサイズをぴったりで履けなくて、サイズを大きくしないで履けなかったっていう方がかなりベストなサイズで履けるようになっています。それでも小指のところ、もし骨の出っ張りとかですね、逆に親指のところのこの外反母趾のところの骨の出っ張りがもし気になる、特に馴染む前に履いていて気になるなという方は、ぜひこのラバーストレッチャーをお試しください。僕も冬靴買ったばっかりの時はですね、右足のこの小指の付け根のところが痛くなったりとかして、まあ、結構我慢して歩いたりとかすることもあるんですけども、もし、まあ、我慢できる程度ならいいんですけども、もし我慢できないという方はこれでですね、最速で馴染ませるというか、本来は自分の足で歩いて馴染ませて、で良くなっていくっていうのがベストなんですけども、少しこの道具の力を借りて早めにですね、馴染ませることができますので、そのご紹介になります。まずは靴を履いてですね、しっかり紐を締めていただいて、その痛くなる骨の場所をまず確認をしていただくと、こうやって叩いたりとかで、その当たる場所ですね、そこを確認していただいて、そこにセロテープかなんかでちょっと印をして脱いでいただいて、で次にこのストレッチャーの、これはコロニーのストレッチャーで3800円で売っています。これを購入いただくと、このストレッチャーとあとこのプラスチックのパーツがついてきます。少しこう押し出すためのパーツが3種類あるんですけども、まあ、小指の骨のところぐらいでしたら中ぐらいの大きさのパーツをちょうどその小指の場所につけます。僕の場合は小指の場合はです、前から3番目のところ、下の段の前から3番目のところにつける感じで押し出します。これ小指の方ですね。でこのストレッチャーは左右共通になるので、これは左足の場合はこんな感じ、小指の場合ね、小指側につけて、右足の場合はこの反対側につけるという感じです。ご用意した靴は左足なので左側につけています。小指のところに合わすんですけども、まずは靴紐を緩めていただいて、今ちょっとセロテープで印つけてないんですけど、まあ印があるとしてご覧ください。紐を緩めてこのストレッチャーをはめていきます。はめていくときに、まあ奥の方までグッとはめていってですね、しっかり緩めといてはめていって、この冬靴の場合は結構硬いんで分かりづらいんですけども、はめたら少し締めてください。まだ紐締めなくてもいいんで、少し締めていくと、ちょうどそのプラスチックの出っ張りのところが少し出てきます。硬くなって少し出てきます。でその位置がセロテープの位置と合っていれば OK だし、もしずれていれば少し前後に動かして、そのズレを修正して、その後で次にこの紐を締めます。また一回緩めて、その場所ずれないようにしながらしっかりと紐を締めてください。このつま先のこの紐を締めていないと、押し出しても、あの紐が緩いとこうただ広がっただけで押し出ることがないの でこのアルパインエキスパートの場合は、この1つ目のフックのところ、ここのところでロックされるので、ここまでギュッと締めてここで縛ってください。ここで普通に蝶々結びかなんかで縛ると、でしっかり縛ったらまたこのダイヤルを回してですね、締めていくような感じで、その時もやっぱこうセロテープで収縮したところをちょっと親指でも当てて、そこがちゃんと出てくるかを確認しながら押し出すようにしてください。で硬さ、この締める硬さなんですけども、硬さはギューッと締めていって、だんだんこう開いてくるんですけども、この紐もどんどん締まっていって、こう開いてちょっとこうグッと硬くなるところまでいけますね。グッと硬くなるところでこんなもんかな、止めると。でこの状態でしばらく置いとくような感じで、もうこれでちょっとこうで押し出てるのが分かると思うんですけども、こんな感じで押し出して、で下駄箱でも置いておいて、だいたい 2,3 日から1週間ぐらい置いておいていただければ、とりあえず1回目の型はできます。
でそれでですねちょっとしばらくお散歩でもしてちょっと歩いていただいて、だいたい最初はですね一番最初は1時間とか歩くと少し戻ってきたりとかすることもあるので、もし戻ってくるようだったらもう一回帰ってきたら同じ動作をしてもう一回閉めて、またから1週間ぐらい置いておいていただくという感じで、かなりこの形はできますので、1、2回やればだいぶ形はできますんで、それで改善される場合もあります。長い間置いておくとですね、また戻ってきたりとかすることもあるので、しばらくの間はあまりこうぎゅうぎゅうに広げすぎない程度にストレッチャーを入れてですね保管するようにしていただければ、そのうち戻らなくてその形になっていきますんで、そしたらもうストレッチャーは不要になりますので、そんな感じで改善していただければと思うんですけども、あくまでサイズが合ってるとか、足型に合ってるけども、ここの小指の付け根の骨のところがちょっと出っ張りがあって少し気になるなっていう方は、こういった改善方法もありますので、もしご参考にしていただければと思います。それではまた。